じゃあ、美術屋です。朗報といいますか、お知らせがございます。2015年のですね、2月1日より、久しぶりにですね、国際線の燃油サーチャージが大幅に、下がります。だいたいですね、アジアの近場で、2000円から3000円ぐらいですね、主に3000円から4000円が多いと思いますが、値下がりします。で、ロング路線ですね、アメリカとかヨーロッパなどは、だいたい往復で1万4000円、値下がりになりますので、値下がりの幅としてはですね、かなり大きいと思います。各路線ともに、ほとんどの路線で値下がっております。で、この燃油サーチャージはですね、シンガポールのケロシン市場というジェット燃料のですね、原料となる灯油の、取引し、価格に連動して決まるんですけれども、これまたいつ上がるか分かりません。ある説によると来年また上がってくるんじゃないかという話もありますので、ぜひですね、下がっているこの時期に、海外旅行に行かれるとお得ですので、お勧めしております。ウィルツアー、ぜひよろしくお願いします。